北海道立マコマ内公園は札幌市南区にある公園。札幌市中心部から南約8キロメートルに位置しており、豊平川とマコマ内川が合流する地域にある。マコマ内通りに接し、公園内を逸話通が横断している。公園内を流れるマコマ内川には、公園橋、五輪小橋、中央橋、緑橋がかかっている。戦後、 新中軍に接収され、ゴルフ場として利用してきた場所であったが、1967年に、明治100年記念森林公園事業として、公園造成に着手、1972年の札幌オリンピック競技施設と並行して整備され、1974年に完成して、翌年に一般開放した。2000年に、屋内競技場、屋外競技場が、 文部科学省から北海道へ譲渡された。公園西南の丘陵部は天然林が繁茂してもみなみ公園まで続いており、広場とともに散策やバードウォッチングなどレクリエーションの場となっている。ウォーキングやジョギングが楽しめる外周の3キロメートルコースは冬には圧設され歩くスキーコースとなる。マコマナイ公園には約13,200本、2,100本の樹木があり、 天然林は5万本ある。マコマ内は1876年に、米国人指導者、エドウィン・ダンが農場を開設し、多くの樹木を伐採して、開発をしてきた。農場開設前から、ある推定樹齢135年以上の樹木が、マコマ内地区に31本あることが確認され、そのうち25本が、マコマ内公園内で生息されており、樹種プレートが幹に取り付けられている。 公園内に生息している野鳥はマガモ、トビ、ヤマガラ、白石イ、ヤマセミ、カワセミ、オシドリ、オオジシギ、ノビタキ、ルリビタキが確認されている。ありがとうございます。